まだまだ続くよ。ゴーストフォースディズニーチャンネル、ディズニーチャンネルムービー。よし、外の世界を知らないイエティの村で暮らすミーゴ。早く一人前になりたいよ。ある日、発射。村を飛び出して出会ったのは小さな足のスモールフット。そう、人間。スモールフットだ。何だ。存在しないものは見られない。みんなは信じてくれないけれど、スモールフットを探してるの。仲間がいればきっと探し出せる。スモールフットを信じる。目覚めさせよう。ちっぽけな世界を飛び出して大きな真実を探しに行こう。イエティ。あ、スモールフット。あ、これ取れちゃったけどいいの？ここだっけ。あ、参ったな。スモールフット、5月1日日曜日夜8時ディズニーチャンネルムービー。竜の同志となったポート。私を弟子にしてください。あれはなんだ。こんなのあり。伝説のカンフー戦士のパワーを持った4匹の子パンダが悪に立ち向かう。イケてる。僕が教えたんだよね。新番組カンフーパンダ運命の拳、5月3日火曜日夕方5時からスタート。 Hey! It's Miracle Time で。できるだけ早く戻れ。ありがとうおじいちゃん。子供たちを預かったおじいちゃんが大変なことに。ミラキュラスをよこせ。嫌だ。シンプリフィケーション。なんと2人が弱くなっちゃった。ミラキュラスには疲れたの。だからもういらないよ。スーパーヒーローって最悪。まさかの展開。新エピソードは29日金曜日夕方5時30分ディズニーチャンネル Hey! It's Miracle Time です。ぽっちゃりウサギのモランとびっくりひよこのピヨピヨの愉快な毎日。モラン、月曜日から金曜日朝11時24分ディズニーチャンネル。元気いっぱいな女の子モリーと、よろしくね。ゴーストのスクラッチが親友に、はちゃめちゃコンビが大暴走。超楽しんで。さあ一緒にモリーモリー盛り上がろう。ムカつき集め。ゴースト&マリー水曜日夕方5時から2話連続。2話目は新エピソード Hey! It's Miracle Time で。どうも、私はアン。不思議なことが起こったの。自分の世界にいたはずが、気づいたら話す変えるとおかしな生き物が暮らす世界に迷い込んでた。みんなには怖がられてる。でもスプリグってカエルの男の子と出会ってすぐに親友になった。痛くなくて楽しい。うちにはいつ帰れるんだろう。この世界も楽しいけどね。何でもありの世界。勘弁してくれ。不思議の国アンフィビア、土曜日と日曜日夕方6時からディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。冒険は浅見姉妹。島に食べ物を降らせた科学者フリントの発明品食べ物マシーンが一体なんだ。まさかの大暴走。危険な生命体を検知。信じられない。ふるさとは食べ物でできた生物フードアニマルの楽園に。羊巻き。マシンが自分でピキてる食べ物の生態系を作った。フリントも始末しろ。邪悪な科学者軍団がマシンを横取り。チェスターがマシンを奪ってフードアニマルを消しちゃう気なんだよ。我々を破壊する。やばい。さあ仲間と一緒にフードアニマルの世界を守るんだ。出発。勝手なことされて食べるか。友達を返せ。こりゃ手強いぞ。食べ過ぎ注意のフードサバイバルアドベンチャー。サンサン。くもりときどきミートボール2フードアニマル誕生の秘密、30日土曜日夜8時。できるだけ早く戻れ。ありがとうおじいちゃん。子供たちを預かったおじいちゃんが大変なことに。ミラキュラスをよこせ。嫌だ。シンプリフィケーション。なんと2人が弱くなっちゃった。ミラキュラスには疲れたの。だからもういらないよ。スーパーヒーローって最悪。まさかの展開。新エピソードは29日金曜日夕方5時30分ディズニーチャンネル Hey! It's Miracle Time です。元気いっぱいな女の子モリー。気に入ったよ。
引っ越してきた奇妙な家、そこにはゴーストが呪ってやるぞ、モリエマギー。この先一生ずっと俺は付きまとう。何今の面白い。はよろしくね。え、ゴーストのスクラッチと親友になっちゃった。なんとかしないと。スクラッチどこ行ったの。ちょじっとして。あー、かわいい顔。はちゃめちゃコンビが大暴走。超楽しんで。さあ一緒に。モリーモリー盛り上がろう。ムカつくやつめ。ゴースト&モリー、水曜日夕方5時から2話連続、2話目は新エピソード。 Hey It's Miracle Time で。またまた始まるよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。おやおや、ここにいたの、ヒョロメガネ。ノラ、お前たちを守るノラはもういない。私はアナンシ。